最近、カツカレーのお兄さんって本当にカツカレー好きなの？ビールが燃料とかリバースしたとかお酒の情報ばかりで、カツカレーが好きという情報がないじゃないか。とまことしやかに噂されているみたいなんだ。虚偽の情報を流すのは問題なのではないか。こんな嘘つきチャンネル二度と見ねえよ。との意見をいただきまして。その意見に反論する動画であります。カツカレーのお兄さんはカツカレーが大好きです。もみちゃんは嘘など言っておりません。ではカツカレーのお兄さんの様子を一緒に見ていきましょう。ロースカツカレー、はい、400g で。400で。ミカラで。ミカラで。はい、かしこまりました。あとシーザーサラダ。シーザーサラダ、はい。以上でお願いします。はい、かしこまりました。少々お待ちくださいませ。手に袋を下げしてよろしいですか？この問題に対して、この問題に対しての一言。カツカレー問題に関しての一言と物申したい。難しいやん。そう、世間にも物申したい。うん。俺はカツカレーが好きで好きでたまらない。一日二食食っても飽き足りないぐらいだ。というわけで今からこいつをいただく。いただきます。ごちそうさまでした。